太陽と地球の距離1億5000万キロメートル、8分19秒前の光。太陽、太陽系の中心天体で距離が地球に最も近い恒星、非常に細かく研究できる唯一の恒星である。その年齢は約46億年と推定される。中心核での核融合反応によって生成されるエネルギーは、中心から半径の3分の2までは放射によって、ついで外部の3分の1は対流によって表面層、すなわち光球まで輸送される。中心核から表面までのエネルギー輸送には1000万年かかり、そのエネルギーの大部分は光球から宇宙空間に脱出する。地球から見える部分は光球だが、その上に彩層とコロナがあり、太陽黒点、白斑、溶斑、流状斑、光炎、フレアなどの現象が見られ、可視光線のほかに紫外線、X 線、太陽電波、太陽風なども放出される。長く信じられてきた地球が宇宙の中心であるという地動説は遥かに遠く、太陽でさえ宇宙の中心ではない。地球を含めた惑星は太陽を中心に回ってはいるが、太陽は1000億もの恒星の集団である銀河系の中のたった一つの恒星に過ぎず、銀河は無数に存在し、宇宙は膨張を続けている。宇宙の中心は定義できない。地球は太陽の周りを円に近い軌道で周回しているため、地球と太陽の距離は大きくは変化せず、地球が太陽から受け取る熱量はほぼ一定している。地球を生命居住可能領域としているのは水の存在であり、水が液体として表面に存在するのは稀であると考えられ、地球の環境条件、つまりは表面の大気圧および温度が、水の液体、固体、気体の3層として同時に存在する状態に近いことによる。月は夜空で最も目立ち、肉眼で大きさや形の変化がわかる唯一の天体である。月の自転周期と地球を周回する公転周期が一致している。月は地球に表だけを見せながら公転しているので、地球にいる限りその裏側を見ることは永久にできない。
陽一くん。誰って私よ、陽一くん。人の名前気安く呼ぶなよ。月夜だってば。月夜？あんたが？そうだよ。まさか俺の知ってる月夜はあんたなんかじゃない。何言ってるの。ここで偶然再会したじゃん。レストランで食事したり、陽一くんの部屋で棒でエッチしたじゃん。悪いな、今回人が足りてるって。また頼むよ。どっか行くのか。ついさっき連絡があってな、今日にも生まれそうだって。お俺もついに人の親だよ。出産祝いを送りたいとこだが金がない逆にこっちが借りたいぐらいだいいよそんなのそれよりまどか結婚するんだってな。リサが言ってたよ。まあ実家にいるといろいろ耳に入ってくるんだろう。まどか婿をもらってこれから本格的に女将修行だってさ。見限られちゃいましたね。俺が振ったの。お、どうだかじゃあ行こう。あ、阿部。あ、川上月夜って女子覚えてるか。高3の1学期だけいた。あー、そういやいたような気するな。俺そいつと姫明石に行ったんだけどさ。違うよ。え、お前と一緒に姫明石に行ったのはまどかだろ。あん時すっげえ大騒ぎになったじゃん。お、忘れたとは言わさねえぞ